今年の24時間テレビのメインパーソナリティに何は男子が決まりましたが、スノーマンが選ばれなかった理由について、今回は詳しく探っていきたいと思います。スノーマンはジャニーズ事務所内でトップ人気を誇るグループで、メンバーのメグロレンは特に女性ファンから絶大な支持を得ています。しかし、なぜ彼らは 24時間テレビの顔に選ばれなかったのでしょうか。日テレが当初、想定していたのはキングプリンスとスノーマンだったそうです。キングプリンスは昨年、メインパーソナリティを務めた実績があり、日テレ系でもレギュラー番組を持っていました。しかし、昨年11月にメンバー3人の脱退が発表されたことで、その線が消えました。スノーマンは、 tbs 系のゴーデンタイムに進出するなど、他局との関係を深めており、日テレは、レギュラー番組や特番を持たせて、関係構築を狙っているそうです。スノーマンが日テレから遠ざかっている理由や背景について、スノーマンが日テレから遠ざかっている理由や背景について、分析していきます。スノーマンは、今年1月にデビューしたばかりのグループですが、 その人気はジャニーズ随一です。ファンクラブ会員数は活動休止中の嵐に次ぐにいで、メンバー個々の活動も充実しています。特に、メグロレンは女性ファンから絶大な支持を得ており、舞台やドラマなどで活躍しています。しかし、日テレには彼らのレギュラー番組はありません。他局はデニュー前からバラエティ番組に起用していたけど、 日テレだけはデビューしてから使うようになったそうです。民放では最も,もスノーマンとの関係性が薄いんです。なぜなら、日テレはキングプリンスをメインパーソナリティにする予定だったからです。キングプリンスは昨年、24時間テレビで初めてメインパーソナリティを務め、日テレ系でもレギュラー番組を持っていました。しかし、 昨年11月にメンバー3人の脱退が発表されたことで、その線が消えました。日テレは急遽、スノーマンに白羽の矢を立てようとしましたが、叶わなかったそうです。日テレはスノーマンに白羽の矢を立てようとしましたが、叶わなかったそうです。なぜなら、スノーマンは TBS 系のゴーデンタイムに進出するなど、 他局との関係を深めていたからです。スノーマンは TBS 系のバラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。に出演しており、今月から金曜午後8時のゴールデンタイムに進出しました。この番組はスノーマンのメンバーが様々な企画に挑戦するというもので、彼らの個性や魅力を存分に発揮できる内容です。また、 スノーマンは TBS 系の音楽番組カウントダウン TV ライブライブにもレギュラー出演しており歌やダンスのパフォーマンスを披露していますこの番組は月曜午後9時から放送されており若い世代を中心に人気を集めていますスノーマンは TBS 系の番組で多くのファンを獲得しており TBS は彼らをお抱え状態と言われています。一方、日テレはスノーマンとの関係構築を狙っているそうです。日テレは、レギュラー番組や特番をスノーマンに持たせていき、彼らとの距離を縮めようとしています。しかし、それだけではスノーマンをメインパーソナリティにすることは難しいでしょう。なぜなら、ジャニーズ事務所の要望通り、 今年は何は男子に決まったからです。スノーマンをメインパーソナリティにすることは難しいでしょう。なぜなら、ジャニーズ事務所の要望通り、今年は何は男子に決まったからです。何は男子は、今年の24時間テレビのメインパーソナリティに抜擢されましたが、彼らはどんなグループなのでしょうか。何は男子は、 ジャニーズ事務所の7人組アイドルグループで昨年1月にデビューしました。彼らは関西出身のメンバーで構成されており、関西弁やノリの良さが特徴です。歌やダンスだけでなく、バラエティ番組でも活躍しており、若い世代から支持を集めています。特にメンバーの三枝俊介は子役として有名で、ドラマや映画に多数出演しています。 何は男子は24時間テレビのメインパーソナリティとして、新社会人世代代表として子供たちや環境、スーダンポンド S などを自ら取材、発信していくそうです。デビュー2年目のグループが初の大役に挑むことになりましたが、彼らはどんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。一方、スノーマンは24時間テレビ、 の顔に選ばれなかったものの、それなりの立ち位置で出演する可能性があるそうです。スノーマンは来年以降にメインパーソナリティにするための布石だったとも言われています。スノーマンは今後もジャニーズトップ人気を維持していくことができるのでしょうか。スノーマンは来年以降にメインパーソナリティにするための布石だったとも言われています。スノーマンは 今後もジャニーズトップ人気を維持していくことができるのでしょうか今回は、スノーマンが24時間テレビの顔に選ばれなかった理由について、詳しく探ってきました。スノーマンは、ジャニーズ事務所内でトップ人気を誇るグループで、メンバーのメグロレンは、特に、女性ファンから、絶大な支持を得ています。しかし、日テレが当初、 想定していたのは、キングプリンスとスノーマンだったそうです。キングプリンスは、メンバー3人の脱退が発表されたことで、その線が消えました。スノーマンは、TBS 系のゴー d ンタイムに進出するなど、他局との関係を深めており、日テレは、レギュラー番組や特番を持たせて、関係構築を狙っているそうです。しかし、 それだけではスノーマンをメインパーソナリティにすることは難しいでしょう。なぜなら、ジャニーズ事務所の要望通り、今年は何は男子に決まったからです。何は男子は、今年の24時間テレビのメインパーソナリティに抜擢されましたが、彼らは関西出身のメンバーで構成されており、関西弁やノリの良さが特徴です。彼らは、 新社会人世代代表として子供たちや環境、スーダンポンド S などを自ら取材、発信していくそうです。デビュー2年目のグループが初の大役に挑むことになりましたが、彼らはどんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。スノーマンは24時間テレビの顔に選ばれなかったものの、それなりの立ち位置で出演する可能性があるそうです。スノーマンは 来年以降にメインパーソナリティにするための布石だったとも言われています。スノーマンは今後もジャニーズトップ人気を維持していくことができるのでしょうかスノーマンのメグ・ロレント・ハラヨシタカが27日に放送される TBS 系列のアイ・アム・冒険少年春の脱島4時間 SP の人気企画脱出島 に挑戦することが分かりました。この脱出島は、メグ・ロレンと原義隆の原メグペアが参加し、脱出島挑戦島を脱出して4キロ先のゴールにたどり着くまでの時間を競うものです。参加者は、水と時期量を除くアイテムを45リットルのバックパックに詰めて持ち込むことができる。ワンバックシステム、を使い。